敵がいねえな。お、なんだこれがいいのか。お、溜まった。おお、すげえ。おお、すげえ、全部破壊できるんだ。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。Nintendo Switch は滑りダウンロードタイトルを中心にアプリで実況しております。YouTube のチャンネル登録やニコニコのフォローなど、よければお願いいたします。それじゃあですね、今日はスクラップラッシュっていう作品の体験版をやっていきましょう。このゲームなんですけど、動画撮ってる時点では製品版はまだ発売されていません。発売はね、2019年の4月16日かららしいです。よろしくお願いいたします。じゃあ今日はね、説明文から参りましょう。友情崩壊、ライバルをぶつぶせ、最大4人で遊べる爽快アクションバトル。ガラクタ惑星を舞台に、お掃除ロボたちがクレイジーなスクラップバトルを繰り広げた。まあそんな感じで説明文がありまして、動画を見るとね、なんというか四角いブロックがあるんですけど、それを相手にぶつける、まあそんな感じがバトルの基本のルールなのかななんてことを思いました。そうですね、本当にパッと見の第一印象で、まあ僕の感想であれなんですが、とボンバーマンのフィールドに、なんというかね、あのカービィ64のとあれだね、オチオチファイトかな、それをなんかブロックを落とすっていうのをね、ぶつけるっていうものに置き換えた感じかななんて印象を受けましたが、まあ実際どんなところでしょうか。やってみましょうか。よろしくお願いします。さて、製品版ですと、まあ、1人から最大4人で協力してステージをね、進んだりできるチャレンジモードとか、あとはね、スクラッシュモード、すごくね、どんどん敵襲いかかってくるから、それを倒していくっていう、まあ、やり込みみたいなものもあるらしいです。ちょっとさらに見ましょうか。新型と旧型。どっちも可愛いデザインしてますが、うん、闇ガラクタか。さあ、ちょっと BGM 可愛いですね。はい、空前絶後のスクラップバトルということでいきましょうか。お、ローディングですね。なんかこのローディング画面さ、めちゃくちゃプレイステーションの頃思い出すんだけど、なんでだろう。あのキャラクターとかが、あのミニキャラクターとかが、なんかわちゃわちゃやってるからかな。すごくなんか懐かしい気分になった。はい、じゃあチュートリアルですね。親切だ。うん。移動ということで、レフェリーだね。うん。そう、なんていうか、このフィールドの感じがやっぱボンバーマンかななんて思いましたね、僕は。マップね。うん。じゃあ移動です。エリオスティックで目的の、いや、目印の場所まで移動してくれということで。あ、移動はこんな感じか。まあ、基本的には上下左右だね。斜めはない感じですね。はい、次はプッシュについて伝授するぞと。はい、アイテムを取るとスピードアップですね。はい、3つのプッシュ。3種類か。そんなにあるんだ。はい、通常プッシュから伝授する。はい、これか。まあ、ボタンで言うと A に当たりますね。最初は3マス押せるか。では、続いて。お、プチプッシュか。はい、1マスだけ押せるんだと。これ、ボタンで言うと B ですね。距離が違うんだな。まあ、位置調整にも便利ということで、まさにそんな感じでしょうね。はい、最後にチャージプッシュですね。長押しか。溜まったら、こうか。おお、すごい。まあ、まさにこれが勝敗を分けるような気がしますが。チャージか。はいはい。はい、リスポーンボックス。次は復活について。破壊されてしまっても復活することができる。一生前は破壊示すぞ。すごいパワーワードだな。はい。おお、粉々ですね。お、なんか落ちてきた。はい、破壊されてしまうとガラクタが半分になってしまうと。気をつけると。うん、その場に復活できるか。
クリエイトブロック。うん。もうブロックは作れるんだ。おお。じゃあ長押しで、ボーンと。当たるときストップモーション、スローモーションになるのいいですね。はい。なるほどね。作りすぎには注意か。ガラクタか。ガラクタっていうのは多分集めるべき対象だと思うんですけど、それが減るのか。アップグレードか。へえ。まず敵を破壊してみろと。こういう時なんですけど。あ、壊れた。壊しちゃってよかったのかな。難しいよね、これ。どうするべきかな。ね、角に打ちたいような気もする。なんか生々しい押し方してしまったな。アップグレードしてかっこよくなったな。パワーのスピードが以前よりアップしている。おー。実戦バトルです。ボーナスタイム。僕はどこだと。左上ですね、僕は。いやー、なんかすごい。じゃあ参りますが、上からブロック落ちてくるところ注意です。直接殴ることはできないんで、クリエイトして、こうだね。決まった決まった。そっか。細いところにいるのであれば、こうだね。なるほどね。あいつをどうしてやろうか。こっち来い。まあ序盤なんでこんなもんでしょうか。わかったわかった。うんうん。はい、ビクトリーです。うん、なんだなんだ。ポイントですかね。はい、チュートリアルクリアボーナスということで。おー、すごい、めっちゃ入ったな。はい、ここからが本当のバトルです。まずはチャレンジモードをクリアしてみよう。はい、マグネックス。はい、磁力を合わせやする最新ロボット。んー、ディスクオセットか。お、残り5回遊べます。ここら辺は製品版でしょ。うん。ショップでしょ。あ、じゃあ、集めたキャラクターか。バトルだけかな、基本的には。チュートリアルか。はい。言語ですね。これはなんだ、ヘルプかな。バトルです。お、このモードいけるのか。敵をたくさん倒して生き残れということで、できそうだな。最初にバトルしてみようか。お、いろいろルールがあるんだな。サバイバルマッチでしょ、まあ、基本だよね。うん。バトルロイヤルですよね。ガラクタ争奪マッチ。うん。チームでガラクタを、違うな、ガラクタをエリアまで運ぶのか。ポイントマッチか。じゃあサバイバルでいきますか。最初ボディはこれしか選べないっぽいですね。色は変えてあげるか。ウェポンブロック、ウェポンもあるんだ。今は変更できないですね。じゃあちょっとこれで、相手 CPU ですけど、まあ色は変えれます。今は僕が選択してますが、CPU のレベルとかないのかな。まあ、とりあえず行ってみようか。じゃあ行きまーす。ステージはハローステージ。種類は少なめだが全体的には多いみたいだね。じゃあビギナーステージの、まあ1から行きますか、当然のように。あ、でも1さっきやったかな。チュートリアルで出てきたから変えますか。せっかくだから2。
サバイバルマッチですね。なるほど、こんな形ね。どうしよっかなー。こういうところがやっぱポイントか。あー、しまって。置いて、あ、作れねえ。おっと、バリアかな、なんだろう、難しいな。これでよし、粉々だ。これ先に押した方の勝ちだよね。あー、ちょっとちょっとあー、しまったやられた。さあ戻ろうか。ライフなんぼ、ライフ2か。オッケーオッケー。あー、ちょっと待って、アップで。まあこっちが押せるってことは相手も押せるからね。はい、ボーナスタイムですね。何これ。あー、ちょっとポサッとしてると負けるな。リスポーンしますね。さあ残り1しかねえ。ガラクタをある程度集めて、いやー、ここのラインで誰か待ちたいな。よし、なるほど、ラッシュタイムだって。まあ上から落ちてきまくるので注意で。相手を挟むとしたらどこにいればいいかな。ここに来るやつはいないよな。あ、くそ、引っかかるかなと思ったんだけど、誰か待ってたらいけるかな。いや、そんなこともないな。ダメだな、ここ押し潰すの難しい。中央移動しなければ。お、デスマッチです。サドンデスですね。やっちゃえ。よっしゃー、よし、粉々ですね。サドンデス勝った。んー、なんだろう、このすごい昔友達とボンバーマンをやってた時のことをよく思い出すような、古き良きパーティーゲームって感じですね。はい、ボタンを押してください。ルート変えたいな。じゃあじゅんぐりとルール巡ってみましょうか。バトルのここまで来ちゃった。じゃあガラクタ争奪マッチ、ガラクタをエリアに運ぶマッチ。うん、じゃあカラーとかは変えずに、そっか、まあ22でいきましょう。ここはね、僕黄色と組みたいな。じゃあこんなもんね。ステージどこにしよっか。ビギナーの3にしようか。うーん、エリアに近い一本道がある。本線を避け下から攻め込む判断も必要。せっかくだからね、ガラッとアローステージっていうのに変えてみましょうか。敵エリアからガラクタを奪ったらアローパネルで逃げようと。うーん、リサイクジラ、なんだそれ。お初にお目にかかりますが、ホエールウォッチングタイムでしょうかね。はい。カラクタ争奪、カラクタ争奪マッチです。あれが矢印パネル。で、ガラクタを手に入れて、ここに来るのか。そうするとなんだ、回収されたってことになるのか。お、アローパネルか。まあ、矢印パネルですね。よくロケット弾のアジトにあるあれです。あれって言ってもあれだけどさ。とりあえずは、こうやってやると、うん、そっか、回収されるけど、ん、くそ、なんか、あ、取れないよ、人のやつってところか。普通に取られるんだね。まあ、相手もなんか、やってる感じもないんだけど。ちなみにさ、直接今、僕、グーパンチしに行ったんだけど、そういうことできんの？直接グーパンチでいけるけど、別に倒すことにはならない。面白いな。
ただ相手を若干隙ができるというか、奥にできるんで、悪くはないな。なんか方法としてはある。おらおらおら。なんだなんだ、すごいすごいすごい。おお、あ、そっか、相手パワーアップしてる。あ、僕もアップグレードかかった。で、相手がさ、ちょっと上来いや。よっしゃ、かかった。うん、倒せると気持ちがいい。で、こうやって、ずっといると、あ、ガラフト置けるんだけど、相手が優勢だから、ちょっと奪いに行かないとダメだ。誰もいねえよな。ちょっと奪おう。グーパンチの音生々しくていいわ。そんなにね、いてくれるわけじゃないんだ。あ、抜いたね。抜け。抜きまくったから。お。あれ？最後どうなった？うん、よかった。最後奪えたのがよかったか。まあ、CPU だからね、普通に勝てるわね。ステージにもよるとは思いますけど、確かこれは製品版だとお買い物ができるポイントだったかなと思います。どうしよっかな。あ、ステージ準備に行ってしまった。うん、旧型ロボらしいですね。まあ、丸っこくて可愛いデザイン。戻りまして、ポイントマッチか。まあ最後にガラクタ持ってたやつということなので、まあ、ルールとしてはね、シンプルなものだとは思います。これやってみようか。はい、スクラッシュモードですね。敵を倒してポイント獲得。目指せ、うん、99ウェーブか。ああ、本当にひたすらやっていくんだな。ガラクタ集めてもアップグレードはできません。うん。お、必殺ゴッドプッシュ。エネミーやブロックを破壊してゲージを貯めようか。よし。やってみようか。ボディの色は変えれます。わかりやすく赤で。じゃあ行きましょうか。これは本当に対戦ではなく、一人で純粋にやるモードだと思います。お、敵だ。ね。っていうのはブロック押すのかな。うん、こうやって溜まったところによし、やってやるっていうのもある。あ、ちょっと待って、なんか来てる。よし、しようか。さあどうしよっかな。ね、力強く。あ、痛い。やめなさいよ。オッケー、倒して、キャラクターをちょっと集めます。いや、オッケー。こういうところは、うん、まあ、相手にはやられないように注意ですね。アイテム手に入れました。スピード速度アップですけど、これアイテム撃ってくんだよね。あー、なんてこと。こんな感じで終わりか。へえ。ウェーブどこまで行った？ 2 しか行ってない。99まで行けんのか、頑張れば。じゃあもう一回やってみようか、スクラッシュモード。勝手にやられてるやつもいますね。あ、これはやもって、あー、しまった。そう、よくあるな、これはダメだ。相手に仕掛けようと思ってやれてしまう。1分も生き残っていないな。はい、じゃあね、今回はなるべく生き残りたいななんて思っております。そうだな、割とやっぱり背中に壁があると怖いんで、十分にスペース用意した状態で、今回のこの配置だったら下のラインを取ってみるのがいいかもしれません。
こうかな。オッケー。ウェーブが終わったと言っているか。一応にアイテム入れたな。オッケー、二人まとめた。移動速度がちょいと上がりました。これは、あ。噛み合わないな、タイミングが。橋を倒して、敵が、右下出たら、すかさず。まあ、若干安全に右下あたりにいましょうか。そして、まああれだよね、B でできるようになるとホットプッシュをと言ってたらなんだ、大丈夫か俺。黄色は降ってくるところだから、あ、オッケー。ステージ構成変わった感じですか。します。二人まとめて、中央行きたいな、ただ。下手なことすると事故るからアップグレードですね。敵がいねえな。お、なんだこれがいいのか。お、溜まった。おーすげえ、おーすげえ、全部破壊できるんだ。ほー、今のがゴッドプッシュです。 B で発動できます。ちなみにこれは通常のチャージなしでね、奥まで行けるショット打てるっていう状態ですね。強いですね、手軽で。お、いいね、面白い。さあ、いろいろできたぞ。あ、ここまでですね。なるほど、製品版に続くというわけで、新しい版面やブロックでライブロブつぶせ。そうだね、なんかブロックもいろいろ種類があるみたいだったんで。というわけで、まあこれは主に一人で遊んでいくモードかなと思いますが、ここはこんなもんか。うん、ウェーブ6までか。99まであるって言ったから、まあやり込むんだったら相当ですね。はい、じゃあとりあえず終わりました。製品版はだいたいこんなもんかなと思います。ちなみにまあコントローラーちゃんとあってば最大4人対戦もできるので、それも含めてやってみるのもいいとは思います。じゃあそんな感じでやれるところまではやったかなと思うんで終わりにしていきましょう。感想ですが、あれですね、なんかボンバーマンとか本当にそこら辺のやってた時の感覚と同じ、古き良きパーティーゲームかななんて思います。でやっぱり対戦の感じはね、まあゲーム始まり前にも言ったんですけど、ステージはボンバーマンで、であれだね、やっぱりカービィ64のオチオチファイトかな、そこら辺のブロックを押すっていう感じにアレンジが入ったみたいなところでしょうかね。うん、その結構強くなってくると一気にね、爽快感がある押し方とかできたりとか、うん、まああとはそうだね、そのね、まあこうルールもいろいろあるんで、思い切って行動したりしてると、まあ上から降ってくるブロックとに切り取られてると敵にやれたりするんで、そういったところの駆け引きはやっぱ面白いかななんて思います。まあそうですね、うん、まあ値段も比較的安いので、体験版触ってみていいなと思った人はね、欲しいものリストとかに追加しておくといいんじゃないかななんて思います。じゃあそんな感じで今日はね、終わりにしていきましょう。まあこういったところでチャレンジとかもあるから、一人で遊ぶ分にも全然いいと思います。このスクラッシュモードはぜひね、結構99までできるっていうところだし、ゴッドプッシュが派手で面白かったなと思いますので、ぜひね、まあ製品版もしやる機会あったらやってみたいかなと思います。じゃあそのところで終わりにしていきましょうか。じゃあいつもねご視聴いただきありがとうございます。こういった体験版とかも任天堂スイッチはよく配信されるんで、まあ、見つけ次第ね適度にやっていこうかなと思っております。またよかったらね見つけてください。他の動画含めいつもご視聴いただきありがとうございます。今日はこれで終わりにいたしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。